はい、どうも皆さん、こんにちは、きなです。今回はですね、レジェンズフェスティバル2024が、もう1週間切ってるんかな？そうですね、来週の21日に生放送がございまして、で、その翌日開始だと思うんで、フェスまで1週間です。ということで、今回はですね、去年のフェスティバルのイベント内容を振り返って、どんなやつがあったんかなっていうのをね、簡単にまとめていく動画やっていこうと思います。ほんでですね、フェスティバルって言ったらやっぱ皆さんね、無料石のもらえる数っていうのが一番気になるかなって思ったんで、今回は石のもらえるイベントを中心的に見ていけたらなと思ってます。さすがに全部のねイベント内容を見てると尺がえぐいことになるんで、石中心に見ていきましょう。というわけでやっていきましょう。まずフェスティバルといえば生放送ですね。来週もございますが、全世界同時視聴者数が10万人達成すると時の結晶500個プレゼント。これがですね、3シーズンかな、フェスティバル3弾までそれぞれね生放送やってるんで、3回にわたってプレゼントされていました。で、去年のちょうどフェスの時だったかなから、この条件が緩くなりまして、同説じゃなくて普通にアーカイブとかも入れて、全部で10万再生されていると石500個もらえるようになったんで、まあ余裕ですね。はい。なんで今年も1500個は軽いと思います。で、続いてフェスティバルチャレンジですね。これ何かというとルーレット式の、ログインボーナスですね。現在もダイマのやつで似たようなのが、やっていますが、で、これ3日に1回報酬が美味しくなって、ステップ3ってやつね。で、この3択になりますね。で、これ3日に1回ね、ステップ3で引けるんですけども、右下にちっちゃく書いてあります。23年の11月24日から、1月の17日までやってたんで、結構長いんですよね、期間。なんで、順当な確率でいけば、このログボだけで、石、まあ、500、600ぐらいは、もらえますね。はい、かなり美味しいです。で、続いて、これも毎年やっていますね。フェスティバルチューズデイ。毎週火曜日にログインすることによって専用のメダルが手に入り、石が100個で1枚。まあ、逆ですね。メダル1枚で石100個。メダル3枚でリミテッドマルチが100もらえるっていうような内容ですね。で、これも期間長くて、28日から1月17日までやってたんで、火曜日がだいたい6、7回ぐらいは来るんかな。なんで、全部パー、石に入れたら結構な数ですね。はい。で、フェスティバルチューズデー。これね、メダルを交換するんじゃなくて、単純にこの黄色いメダルを集めるだけで、ミッションが達成されまして、無料石200個。あとは、リムーバーとか、チケットとかがもらえますね。これもかなり美味しい報酬。まあ、交換関係なしなんで、誰でももらえます。そして、これ単純なルーレットとかじゃなくて、ログインボーナス。これだけで、石1200個、去年はもらえました。めちゃめちゃうまいね。で、フェスティバルメダル2023がもらえまして、で、そのフェスティバルメダルを集めることによって達成されるのが、この石3000個ミッション。800枚とか結構な数集めないといけないんですが、石3000個ね、もらえました。で、都市によっては4000とかもあったかな？うん。今年はまあどうなるかわかりませんが、3000は確実にもらえますね。はい。あと100連無料ガチャとかも、手に入ります。そして、これはね、単純に去年覚醒した、トップのスライドなんですけども、前回ラッシュバトルですね。前回ラッシュバトルもおそらく、まあ、フェス中に少なくとも3回は来るでしょう。で、ラッシュ1回につき300個石もらえるんで、まあ、900は硬いですね。まあ、もっと覚醒来ると思うけど、フェス中の、前回ラッシュバトルね。そして、ぶっ通しフェスティバルレイドですね。これがね、一番と言ってもいいぐらいフェスティバル中の神イベントですね。毎週レイドボスが切り替わりまして、それが去年は5シーズンにわたって来てたんかな、ぶっ通しで。で、5シーズン続けることによって、石がマックス3500個もらいましたと。で、交換所もめちゃめちゃうまいし、で、それとは別に限定報酬を受け取っておくことによって、フェスティバルレイドの勲章っていうのがもらえました。で、勲章の数を集めることによって、こちらでも無料石がもらえるんで、合計3500プラス、勲章報酬で400もらえるんで、3900、このレイドだけでもらえました。やばくない？で、他にも、LL マルチの600とかね、めちゃめちゃうまいっす。これはやり得だね、確実に。そして、フェスティバルホイポイ。これはね、去年は2回あったかな。第1弾と3弾で。で、それぞれのステップで報酬がありまして、石が3段階に分けてもらえていましたね。で、リミテッドマルチももらえますと。
ほんで、このね、石の数忘れたんですけど、最低でも 100×3 はもらえるし、それ2シーズンなんで、600は確定ですね。はい。続いて、フェスティバルケット。これは単純な PVP シーズンなんですが、フェスティバル中の PVP はやばいっす。なんと、この、PVP を遊ぶだけでもらえる、メダル交換で石が1000個もらえます。これ、ランキング報酬とかグループ報酬とか関係なしで石1000個なんで、やばくないですか？で、これがフェス中は、1段、2段、3段で分かれて3回来るはずなんで、ちゃんと1万以内とか狙っといてそこそこのグループランキング取っていれば、これだけで石6000個もらえます。バケモンです。で、他にも、たくさん新しいフラグメントとか、あと、マルチセットパーとかがもらえますね。で、こっちはトレジャーバトル。トレジャーバトルは、フェス中は、報酬が花束になります。で、その花束を交換することによって、石が1000個もらえたり、ここでも、マルチゼットパワーとか、チケットが手に入ります。で、これ、どうだったかな？ 12 月末ぐらいに、このトレジャーバトルの交換石が1回リセットされてたような気もする。ちょっと忘れたんですが。とにかく石1000個は確実にもらえて、そこからリセットされてもう1000個もらえたかもしれないです。はい、ちょっとごめんなさい。そこは記憶に、あれですけど、曖昧ですけども。とにかくめちゃめちゃうまいですね。はい。で、フェスティバルレジェンズランキング。こちらですね、フェス中のランキング報酬が、レジェランですね。石が2倍になるよっていうイベントでした。で、毎回一番上の層を取っていると300もらえるんで、それかけ2で。で、この2倍のシーズン自体は確か1回しか来てなかったんですけど、フェスティバルがだいたい2ヶ月ぐらいあるんで、600かか、足す300で、900個ぐらいは、レジェンズランキングだけでももらえますよね。めちゃめちゃうまいっす。てか、レジェンズメダル2倍がうまいわ。はい。で、超次元共闘ですね。共闘も交換所が毎回リセットされて、フェス中は、まあ少なくとも3回は来るでしょう。っていうので交換所で、石900個。あとはまあ、ミッションで200個とかも無料でもらえるんで。まあ京都もバカにならないですよね、本当に。そして、これですね。これ覚えてますか皆さん。去年、めちゃめちゃ神だったイベントですね。お年玉レイド。これ大晦日から、1月中旬までやっていたレイドイベントなんですが、各種属性でそれぞれレイドボスが一気に5体出現しまして、で、それを遊ぶことによって、なんと、無料石が1500個とか、リムーバー、アーツコア、そしてリミテッドマルチね、が各属性200ずつもらいました。バゲモンで、ミッションクリアで、リミテッドマルチ600も手に入ったっていうような、超超超神イベントですね。はい。で、ポチ袋集めて、この石とかを交換するっていう形だったんですが、やべえっす、マジで。いや、これ今年もやってほしいね。まあ、どうかな、わからないけど。しかも、なんかこのポチ袋のボーナスキャラが、2023年に登場した、その年登場した新キャラが全員ボーナスキャラやったみたいなんで、誰でもね、簡単に遊ぶことができました。で、まあ、これはあれですね、ニューイヤーケット。まあ、さっきの超次元、決闘の第3シーズンのスライドですかね。はい、って感じです。で、あとは、ハッピーホリデーのログインボーナスだけで石もらえたり、あとこれね、クリスマスシーズンぐらいに来るハッピーホリデーレイド。去年は、LL ビルス、LL じゃねえわ。普通の無課金ビルスですね。がもらえた、やつなんですけども、これだけでもね、石1000個またもらえるんで、とにかくレイドの数がやばいですね、フェス中。レイドが一番の、目玉イベントになってきますんで。ただ期間自体はめっちゃ短かったイメージですね。というわけで、ここまで石が、もらえるイベントまとめてきましたが、めちゃめちゃ多かったですよね。はい。なんで、ここまでね、どんだけ石がもらえましたかっていうのを簡単にスライドに、まとめてきたんで、そちら見ていきましょう。はい、こちらになります。めちゃめちゃ石もらえるイベントあるね。こう見ると。で、スライドになかったところもちょっと入れてます。例えばバトルロイヤルとか、バトルロイヤル、でもそんぐらいか。他は、そうですね、さっきのスライドに映ってたやつだけかな。なんとこれまとめると合計 24,100 個。えぐくない？ 24,000 個、フェス中だけでもらえるんですよ。いや、こんなにね、大盤振る舞いすんのはほんまにフェスとか周年ぐらいなんですよ。レジェンズって普段そんなに石もらえるゲームじゃないからね。めちゃめちゃしっかり遊ばないともらえないので、本当にすごいですね。石のだって所持上限超えるもんね。で、しかも、これだけじゃないです、フェスティバル。なんと、まあ、他にもね、いろいろ考えると、石もらえる場所ってめちゃめちゃあるんですよ。
はい。例えば、これ去年にありました、バタロットのオリジナルストーリー、ああいうところで、まあ、石もらえたりもしたし、あと、まあ、他にも来る、ちょっぴちょっぴしたフェスティバル特別ミッションとか、イベント。で、メインストーリーの更新も絶対入ると思うし、あとはセルラン報酬ね。ストア1位取ると、毎回レジェンズは石1000個くれてます。で、フェス中の力の大会報酬、えぐいですよ、これも。フェスティバルって言うと、2ヶ月ぐらいあるから、だいたい4シーズンぐらいは、力の大会できるんで、マックスで石6000個もらえるんでね、これだけで。はい、さっきのこの画像、力の大会入れてないからね。入れてなくて2万4000個です。やばくない？はい。とかだったり、まあ、他イベントとかがね、あったりして、本当にね、さっき見たスライドのやつだけじゃなくて、他にも石もらえるイベントめちゃめちゃ来ると思うんで、おそらく、もうていうか、3万個以上は、もう簡単にもらえると思います。3万、4万は軽く手に入ると思うんで、本当にとんでもない、フェスティバルになってきそうっすよね。そう思うとめちゃめちゃ楽しみになってこないですか？フェスティバル。石の数見ただけでなんかワクワクするよね。残り1週間ですからね。で、今年のフェスティバル皆さん、なんか特別なハッシュタグついてましたよね。こちら。はい。ハッシュタグ、本気のレジェフェス見せてやると言ったわけで、なんかこれまでよりもさらに気合い入ったフェスティバルが来るっぽいんで、おそらく、これよりもボリュームエグいっす、今年のフェス。で、実際なんか過去の最大の、レジェンズ周年イベントとか言って、レジェンズ6周年がとんでもないイベント量できたんで、本当に神だったんで、こんなハッシュタグね、フェスティバルもつけてくれてるんで、めちゃめちゃ期待していいんじゃないかな。そもそもがフェスも周年も毎年ボリュームがね、どんどんアップしていってるからね。はい、って感じでした。てなわけで、残りはですね、石もらえるイベントじゃないけど、こんなやつも来るよっていうのをまとめて紹介して終わりにしようと思います。まず、こちら、フラグメント超強化祭ね。これ、フェスで僕一番楽しみかもしれない。強化祭の一番やべえやつです。はい。もう赤粒、黄粒めちゃめちゃ出るんで、とにかく厳選しまくりましょうってやつ。で、フェス中はさっきも言った通り、レイドの数がエグいんでね。めちゃめちゃリムーバーも手に入ります。で、フェスティバル記念の最大300連無料ガチャ。1日10枚、最大300枚のフェスティバル2023記念ガチャチケットからウィンでもらえます。で、ワンチャンリミテッドが当たるってやつなんですけど、去年のこのガチャは結構ボコボコリミテッド出てたイメージですね。かなり確率高かったんじゃないかな。って感じで、期待。で、フェスティバル記念、レジェンズリミテッドが3体確定の100連無料チケットガチャ。これですね、たまにやってるんですけど、2周まで引けます。専用ガチャチケットを100枚集めると100連ガチャが回せる。で、98、99連目、100連目は LL キャラクターが確定で入手。で、2周目の、100連ガチャはさらに新しいリミテッドが排出対象になるよっていう感じですね。はい。で、最後かな。レジェンズフェスティバル記念超絶還元キャンペーン。これ使った時の結晶に応じて、フェスティバルプレートがもらえて、で、どんなアイテム手に入ったかな？なんかエネルギーとかスキチケとかリムーバーとか、あと、あれですね、フラグメントメダルが一気に手に入るチャンスなんで、まあこういうのもありますよって感じで。いやー、本当にね、素晴らしいですね。本当にでかいね、スライドだけまとめてきましたが、これ以外にもね、本当にたくさん石手に入るイベント別にやってくれると思うし、チャレンジバトルとか、あとバトルロイヤルもそうだし、なんか他にもポコポコ来ると思うんで、石もらえないやつでもね。あと、イベントさんのキャラクターとかも普通に楽しみっすよね。って感じで、フェスティバルね、ちょっと本当に実感わかないんですが、残り1週間なんで楽しみにしましょう。やっぱりこう見ると、PVP とかトレジャーバトル、あとは、レイドバトルですね。まあ、そこら辺が多くの、石もらえるイベントの割合を占めてるんかなっていう感じなんで、ここら辺中心に遊んでいきたいですよね。そんな感じで、今回はフェスティバルのね、2023年の内容を振り返りつつ、今年、どんだけ石がもらえるんかなっていうところをね、いろいろ考えていきましたが、皆さんのね、思っているよりもすごい規模で来るんじゃないかな、と思いますんで、どんなイベント来てほしいかとか、どんなキャラが来てほしいかっていうのをね、ぜひともコメント欄に書いていってください。それではご視聴ありがとうございました。